お疲れ様です、中島です。来ましたよ、タイヤ。ピレリの、ディアブロスーパーコルサ V3 ですよ。3。この間予約の案内が来て、一応もうすぐ頼んで、多分九州で一番早いんじゃないですかね。みんな今日ぐらいに届いてると思うんですけど、なぜかリアだけなんですよ。フロントがまだ来てなくって、一応明日届く予定みたいなんですけど、せっかくリアも来たし、明日が自分結婚式で店に来ないので、もう今日のうちに撮っちゃおうと思って撮ってみます。タイヤなんですけど、昔から自分使っていて、ね、ディアブロスーパーコルサってなる前のやつですよね。この雷ラインになる前のこういう形のやつから履いてるんですけど、去年とその前は確かメッツェラのレーステックを使ってきたんですけど、今年はこっちの V3 ですね、使っていこうと思うので、とりあえずワンセットですね、撮ってみました。で、うちって、うちというか、自分が基本あれなんですよ。タイヤチェンジャーとか使わなくって、ほとんど手組みでやってるんですよね。タイヤレバー使ってですね。で、タイヤレバーの方が、こういうエッジのところの硬さだったりとか、そのレバーをこうギュッて、力入れて、タイヤをたわませてからですね、ホイールにはめていくんですけど、その時にタイヤの銘柄によって特性というか硬さが全然違うんですよ。で、ああこれこのタイヤエッジ硬いねとか、真ん中ね、カーカスやったり構造的に硬くできてるねとか、いろいろ感じるんですけど、だから、まあ、そういった経験じゃないですけど、ね、今まで溜め込んだ豆知識というか、そういうので、とりあえずまだはめることはできないので、どんな感じのタイヤなのか触ってみたいと思います。で、まあ、見方で言うと、こういうふうに上からね、力を押して潰してやったりだとか、こんな感じで、こんな感じですね。まあエッジのところ、ここの部分ですよね、ここのところやったりとか、あとセンターの部分、ね、結構硬くなったんかな、これ。この横の部分はね、ピレリって感じの柔らかさで、すごく荷重かけやすいんかなって感じするんですけど、センターの方がなんか前よりか硬くなってるような気がしますね、うん、昔のやつだったらこう乗ったらベコッてこう、ね、潰れるぐらい、まあ、センターも柔らかかったんですけど、今回のはちょっとここ剛性があるような感じしますね。でまた横のところ、ここのところ見えるかな、V2 もこんなん書いてありましたよね。ディアブラスーパーコルサっつって、ね、今回頼んだのはこの SC1 ですね。大体でもレースで使ってってな、レースでサーキットでタイム出すためにこのタイヤ履いてる人っていうのは、大
大体このタイヤ履いてサーキット走るっていう人なんかはほとんど最近はもう SC1 ですよね。コンパウンドでいうとフロントのラインナップが SC1 と2とあって、後ろが0と1、2ですかね。で今タイヤサイズによって入ってくる入荷時期っていうのがだいぶずれ込んでるみたいで、とりあえず自分が使う120-70-17と186-0ですよねは一番最初に入ってくるあれやったんで今日届いたんですけど、190-55も今ぐらいの時期に来るみたいですね確か。で200-55ですかね。これはなんか5月中旬とか初旬ぐらいにずれ込むっていう風になんか説明で書いてありましたね。でなんかさっきホームページ見てたらここの溝の部分とあとここの両サイドの部分、ここがこことあと構造ですよね。構造もなんかスーパーバイクからフィードバックしたみたいな感じで進化してるみたいですけど、ほらこうやってエッジのところもこうやって指で押せばベコベコなるぐらい、これ冷感ですからね、もちろん温めたらもっとベコベコになりますからね。でここのエッジの部分ですよね、ここの硬さがあれなんですよ、スライドした時の感触にすごく関わってくるんじゃないかっていう、まあ持論なんですけど、これはタイヤ屋さんじゃないんであんま詳しくは知らないんですけど、まあここギュッて横地かかった時にですね、ここがたわんでここの剛性とかも大事なのかなって、だからスーパーバイク寄りになったっていうことで多分剛性が強くなってるはずなんですよね、昔 の V2 とか V1 じゃないか とかよりもですね。それ考えるとちょっとメッツェラー寄りになったんかなと。でこれがディアブロスーパーコルサが出た時は荷重をかけなくてもグリップするタイヤっていう謳い文句で最初出てましたけど、どうなったんですかね V3 になって。で今回来たタイヤが V3 でこのレース専用の方を開いて、こちらのスリックレインタイヤ V3 ですね。新世代の行動走行可能な溝付き最強レースタイヤいいっすねでこんな感じです。この何のホイールなんですかねこれ。で詳細この赤い部分が変わってるみたいですね。アングルジオメトリを用いた新クラッシュパターン。なんか V2 とはもう変わっとるようには見えないんですけどね。どこが変わっとるのか。2つ並べてみるとすぐ分かるんでしょうけど。あとタイヤ特性、スリックショルダーエリア、ここのところが若干変わってる。深いバンク角でのグリップ性能。これは V2 とか前のやつでもそうですよね。バンクさせてるとき、このエッジの部分の安心感っていうのはピレリは最高ですよね。その滑り出しだったりとか滑ってからのヌルヌル感とかすごい分かりやすいっていうイメージがすごいあります。でこの最新ワールドスーパーバイク由来の形状と構造、ボディ剛性向上による機敏性、直感的な操作性の向上、多分ボディのね剛性向上っていうぐらいだからタイヤの剛性も上がってるのかなと思うんですけど、このさっき見た感じじゃエッジの部分っていうよりもセンターの部分の方の剛性の方が強いように感じましたね。でこっちのテクニカルアドバイスですね、これ結構大事で、コンパウンドミスっちゃうとすぐタイヤもなくなるしそんなにグリップするわけでもないしっていうとこなんですけど、一番サーキットで使われている九州の場合ですね、サーキットで使われているのはこの SC1 かなって思います。フロントもリアもですね。で SC0 は
うん、どうなんでしょうね。あんま使ってるとこ見たことないですけど、使うって話は聞いたことありますけどね、うん、どうなんですかね。 SC1 ですね、まあ、パフォーマンス高音スムーズな路面、うん、だからこれの表を見ると路面温度が低い時ほど SC2 を使ってくださいっていう感じになるのかね。こっち大事なこっち、これですね、フロント120-70で、冷感じで言うところの2から 2.2 ですね。でリアに関しては 2.1、 あ、違いますね、こっちが冷感じでこっちが温感じ、だからこれ幅があるってことなんですよね。2から 2.2 の間で合わせてください。で音感でいうところの 2.1 から 2.4 で合わせてください。でこっちの180、今回来たタイヤですね、冷感時の場合 1.6 から 1.8 で、音感で 1.7 から 1.9 ですね。まあ、ちょっとこっちは単位が違うんであれですけど、ここ前からあったかなって思うところなんですけど、まあ、ウォーマー50分使って80度まで温めてでどうなんですかね。その状態で80度まで上げてから走り出してくれっていうことなんですか、それとも温感時のこと言うとか、でも80度まで上げて走り出せってことでしょうね、この書き方だったらですね。でちょっとピレリのメーカーの方にも聞いたんですけど、日本がこのタイヤが入ってくるタイミングが早いみたいで、他の国に比べてですね、だからそれほどデータがないっていう現状みたいで、だからとりあえず履いて使って試してでどうなのっていうところでしょうね。それしかちょっと方法が今んとこないみたいで、まあ楽しみでもあるんですけど、ちょっとまだ走らせる予定がまだ立てられてないので、いつ使うっていうのはまだわからないんですけど、ちょっと早いうちにですね、一回ワンセット試して、うん、どんな方向性でいくかですね。ちょっと足回り、自分のバイクにつける予定なんですけど、足回りのセットとかももしかしたら変えるかもしれないので、まあ、そのセッティングとタイヤの変更等で大変かもしれないですけど、ちょっと頑張ってみたいと思います。でこれと同じようなパターンのタイヤがあると思うんですけど、確か SP ですね。 SP のイメージがすこぶる悪いんですよね、自分の場合。昔肌ですけど、これですね、見た目全然一緒ですよね、全く一緒ですよね、これ本当わからないぐらい。でも結構 V2 とか昔の SP のイメージですよ。この新型がどうかはわかんないですけど、ここのエッジの部分のグリップ力っていうのが残念な感じなんですよね。一番グリップしてほしいところなんですけどね、ここ。それがあるから SP はね、全然使わないんですけど、やっぱり SP と普通の V3 とかやったら値段もあんまり変わらないでしょうし、うん、やっぱ V3 一択かなって自分は思います。まあでもこのピレリのタイヤ、ディアブスパコルですよね、スパコルかっこいいっすよね、このトレッドのパターンね、速そう。こんな感じでとりあえずタイヤがやってきましたっていう動画になっちゃいましたね。あと、まあ、ホームページ見てて思ったのがこの歌い文句ですね、新世代の公道走行可能な溝付き最強レースタイヤ、期待大ですね、うん、楽しみです。またつけて走らせて、うん、動画撮っていきたいと思いますんで、チャンネル登録がまだの方はぜひクリック、いいねボタンもお願いします。それではありがとうございました。じゃあね。